そうね、かっこいいよね。はい。で、絞りリング付きということで、F1.8 から F16 ですね。こっちは16か。はい。で、ここから、オートに、まあ、切り替えられるよといったレンズということですね。まあ、結構ね、かっこいいですよね。はい。まあ、こんな感じ、こんな感じ。はい。いい感じですね。はい、どうも、山本キラーです。今回の動画ですね、今ね、お見せした通り、ビルドロックスの AF35mmF1.8 の Z マウントのね、レンズをご紹介していきたいと思います。で、今回もですね、パーギアさんからね、ご提供いただきまして、今回ね、ご紹介していきたいと思います。はい。で、まずは、今ね、あの外見の方もね、見ていただきましたけど、実際ね、あのニコン純正の 35mm もこちらにあります。はい。まあ、大体ですね、あのサイズ感はほぼ同じですね。はい。で、まあ、太さも大体ね、まあ、同じぐらいということで、ちょっとフードついてると分かりにくいですけど、はい。まあ、ざっくり、ほぼほぼスペックはね、まあ、似せてきているんじゃないかなといったレンズになります。はい。で、結構ね、あの細かい点見ていきますと、で、まあ、スペックの部分になりますけど、まずですね、まずレンズ構成が8群10枚ということで、はい、純正がね、9群11枚ということで、まあ、若干ね、枚数は少ない感じになっています。で、画角に関しては、まあ、基本同じはずなんですけど、ビルトロックスのね、35mm については、63.2 ということに、ね、まあ、なってますね。はい。で、純正レンズの方が63というふうになっています。で、あと、ここが結構大きいポイントになってくるかと思うんですけど、最短撮影距離、はい、こちらがね、ビルドロックスは 0.4 メートルということで、まあ、40センチになりますね。で、純正の方が 0.25 になりますので、まあ、それでいくと、まあ、純正レンズの方がね、寄れるよと。いうことになります。はい。あと細かい違いとしては、フィルター径がビルトロック 35mm が 55mm ということですね。で、純正レンズが 62mm ということで、まあ、若干小さい感じですね。で、まあ、サイズについては、まあ、先ほどもね、見ていただきましたけど、太さの部分が 70mm ということで、まあ、若干ね、ビルトロックスの方が細いよという感じです。はい。で、あと、長さについては、まあ、書かれてる寸法で言うと、ビルトロックスの方がね、まあ、長い感じになってるんですけど、まあ、実際見てみると、若干ビルトロックスの方がね、小さい感じなんですよ。で、レンズ単体、まあ、フードを外した状態で、まあ、リアキャップがね、まあ、ついた状態でいくと、まあ、ほぼね、高さは同じになります。はい。まあ、なので、ちょっとどこからね、寸法を測ってるかがわからないんですけど、まあ、ざっくり言うと、ほぼね、サイズ感は、まあ、同じっていう感じですかね。まあ、若干、ビルトロックスの方が細いっていうね、まあ、印象かと思います。まあ、なので、フィルター径もね、ちょっと小さいという感じですかね。はい。で、あと残りのスペックのところで言うと、まあ重さはね、一応 370g ということで、純正と同じです。はい。で、価格に関しては、今ね、Amazon とかでね、見ていると、約ね、半値ぐらいで、このね、ビルトロックスの 35mmF1.8 が、まあ買えるよということになります。はい。まあ、外観的には、まあ全然ね、まあ悪くないかなと。いった印象です。はい。で、あとは、まあ、そうですね。先にちょっと、私が気になったポイントを言いましょうか。はい。で、まず、この外観の部分で、私がね、気になったポイントが、いくつかあります。はい。で、それでいくと、まず、このね、フードの部分なんですよ。
このフードの部分がこれね反対につかないんですよ。これいくらやってもちょっとねこれよくわかんないんですけど反対に多分つかないと思います。ちょっと無理やりやろうとしたら折れそうだったんでやめましたけど、多分ねこれ反対につけられないっていうところがちょっと一つねネックかなというふうに思います。はい。で同じねビルトロックスさんのレンズ、以前ね、ご紹介したこっちのね、DX、まあ、APS-C 用のレンズ、この AF33mm F1.4 のレンズはこれはねちゃんと反対につくんですよ。これはちゃんとつくんですよ。はい。なので、まあ、こっちと同じ感じにしてくれたらいいと思うんですけど、はい、その辺のね違いがあるよということになります。ここねちょっとどうでしょうね。まあ私は動画ユーザーなんであんまりこうフードはね使わないかとは思うんですが、ちょっとこのね反対にフードがつかないっていうのは一つね、ネックだなというふうに思いました。はい。であとマウントね、レンズをつける時の気になった点が、若干これね一番奥までこう回してもこれ抜きにくいんですよ。今言ったな。あ、こんな感じ。一番奥まで行ってもこれ抜けなくって、ちょっと戻したところぐらいが抜ける感じになってるんで、ちょっとねこの辺の純正品とのね違いがあるかと思います。この辺ねそうなんですよ。なんか外すときに一番奥まで行くと、あ、抜けないなってなるんですよ。はい。でちょっと戻す感じでいけばいけるんですけど、この辺がねちょっとまあしっくりこない感じ。純正品の方がなんかスムーズにね外せれるんですけど、なんかねちょっと引っかかる感じがあります。はい。そこがねまあ気になったポイントになります。ではですね、今からまず純正にね付け替えてみたいと思います。はい。まあそれでねどんな感じになるのか、どんな感じの AF の動きになるのかっていったところをチェックしていきましょう。はい。まずはね純正品に切り替えます。はい。若干ね画角が狭くなってしまいましたが、ちょっとおっさんの顔がねドアップ気味になりましたけど、はい。でこちらがね、ニコン純正の、ニッコール Z35mmF1.8 のね、S ラインのレンズになります。はい。まあこれはね、先ほどついていた 24mm とね、まあ、ほぼ同じような感じなんですけど、で 24mm の時はね、ブラックプロミスをねつけていたので、まあ、若干ちょっと見え方が違うんじゃないかなというふうに思います。はい。まあこんな感じっていうところをね、まあ、覚えておいてください。はい。で実際オートフォーカスの部分もまあ普通に早いかなといった感じと、あれ来ないな、ちょっとね黒がね来にくいんで、はい。で、ブリージングの方もまあほぼほぼないかな。うん。まあないですね。うん。はいはいはい。はい。という感じになりますので、続いてね、ビルトロックスの 35mm に付け替えたいと思います。はい。こちらがですね、ビルトロックスの 35mmF1.8 のレンズになります。どうかな？映りの感じはどうでしょうか？まあ、パッと見はね、まあ、さほど変わってない感じはするんですけど、どうかな？明るさだとかも。はい。その辺もね、ちょっとこう横並びで、はい、お見せしたいと思います。はい。どうかな？うん、ちょっと今はね、比較ができない状況なので、編集でね確認したいと思います。はい。でね、オートフォーカスの部分がどうか、あとブリージング、まあ、この辺のね、ジンバルの、この辺のねジンバルの動きをちょっとね見てみてください。はい。あ、ブリージングも起きない感じだね。はあ。あ、フォーカスも早いし、あ、若干起きてるか、ブリージング。うん。
このね、縁の方に行けば行くほどある感じはしますね。このカバンの部分とか、これ三脚なんですけど、三脚のカバンだとかがちょっと動いてる感はありますね。ああ、うん、ありますね。まあ、めちゃくちゃあるわけではないけど、多少ブリージングがある傾向はある感じですかね。まあ、そんなに悪くはないとは思います。で、オートフォーカスの感じも、若干行って戻ってする感じするかな。大丈夫かな。うん。はい。うん、まあまあまあ、そんなに大差はないかなといった感じですが、若干そのね、ブリージング縁の方に行けば行くほどあるかなといった印象ですね。この通気口とかどうだろう。こっちか。こっち、うん、この辺ね。この通気口とかを見ると、はあはあはあ、ああ、結構やっぱ動くね。ああ、はいはいはい。ああ、結構動くわ。やっぱ純正品すごいな。この辺はやっぱ違うかな。ちょっともう一回見てみようか。もう一回見てみたいな。はい、ちょっともう一回ね、純正品に戻します。はい、よし。はい、こちらね、ニコン純正の 35mm、戻しました。ちょっとブリージングの感じがね、見たかったんでもう一回。はあ、あ、やっぱ違うな。あんま動くのは動くけど、さっきの感じとはちょっと全然違うかな。あ、でも動くか。動くな、動くな。あ、そうね。こっちの方はやっぱ寄れるから、結構ね、ほら、すごいな。この寄れるのはいいよな。この辺ぐらいまで全然寄れるからね。はあ。おお、くる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 。ああ、これ結構いけるよね。ああ、やっぱ純正品いいな。うん。で、やっぱ寄りすぎるとフォーカスのね、戻りはちょっと悪い感じ。おお、いけるね。もうこの辺は限界かな。爪には来てるな。はい。あ、でもやっぱブリージングはね、やっぱね、純正の方が少ないとは思いますけど、まあ、そこまで悪くはないとは思います。はい。うん。で、軽くですね、写真を撮ってきましたので、スライドショーをね、ご覧ください。どうぞ。いかがだったでしょうか。で、まず写りに関して、はい、でいきますと、まあ結構ね、シャープで、まあ、限りなくね、純正品に近い写りをねしているんじゃないかなというふうに思いました。はい。で、まあこれはね、かなりこのね、純正レンズを意識して作ってる感はあるかとは思います。はい。で、比較的にやっぱりね、シャープでもありますし、もう絵作りに関してはね、もうニコンのね、絵作りが、まあ、そのまま
生かされているということになりますので、あとはやっぱりその若干のねレンズの性能の差はあるかとは思います。で、私が感じた性能の差で言いますと、あの特にね、あの写真を撮ってた時にあのフォーカスのちょっと迷いが、まあ、多いなといった印象です。はい、やっぱりこう半押しした時に若干ね迷いが出たりとかがあるんですよ。で、まあ、その点ね純正レンズに切り替えると、まあ、そこはねかなり少なく感じましたので、そこでの差はね、まあ、多少なりともあるかとは思います。はい、ニコン純正のね 35mm とこう比較してみると、まあ、若干やっぱりこう拡大すればするほど、まあ、粗さは目立ってくるかなというね印象でした。でこれっていうのは、まあ、私のというかフォーカスの合い具合なのかもしれないですし、ちょっとこの辺はね何とも言えないんですが、ちょっとねフォーカスの合い方が若干甘い感じはねしますよね。はい、まあ先ほども言いましたそのフォーカスの迷いの部分も含めてだとは思うんですけど、その辺のやっぱり違いはあるかなという印象ですかね。はい、まあ、普通にスナップ写真をね撮る分には、まあ、特に問題ないかとは思うんですけど、若干こう細かくね見ていくと、まあ、気になるポイントはあるかとは思います。はい、でまあスライドショーでねお見せした写真っていうのは、まあ、かなりあのシャープにね写っていたかと思いますので、しっかりね光のあるところで撮影すれば合わないっていうことはないかとは思うんですけど、まあ、若干暗いところでは迷いがあるかなといった印象なので、その辺はもう手で調整するしかないかなという感じですかね。はい、まあでもね本当に写りはいいと思います。はい、でよくねその純正品とね比べれば、まあ、半値で買えるっていう部分もありますし、あとまあこのねレンズの特徴的に言うと、そのちゃんとファームウェアのねアップデートも対応しているということで、こちらにねはいこの USB Type-C のねポートもございますので、まあ、ここに USB のケーブルを挿せばファームウェアがね公開されたらアップデートが可能ということになってますので、まあ、その辺はね安心できるんじゃないかなというふうに思います。はい、で直近でねZ6II、7II はファームウェアのアップデートがありましたけど、特に使えないということはなかったので、一部ね E マウントに、ね、変換できるマウントアダプターが、まあ、使えないっていうお話があったりだとか、まあ、ありましたけど、まあ、今回のねこのビルドロックスのレンズに関しては特に問題なく使えましたので、そこは大丈夫かなというふうに思います。はい、であとはそうですね、ちょっとやっぱりサポート体制がどうなってるかっていうのは気になるところではあるんですけど、まあ、しっかりその代理店であるねパーギアさんの方で対応もしてくれるかとは思いますし、まあデザイン的にも本当に悪くないと思いますので、もしね少しでも低価格でまあその明るい単焦点をね楽しみたいっていう方はおすすめできるかなというふうに思います。はい、でまあ、あとはやっぱり純正品じゃないとって思われる方はやっぱり純正品を買う方が、まあ、いいんじゃないかなというふうにも思います。はい、いろいろとこうねやっぱりそのマウントの部分だとかの引っかかりだとかが気になりましたし、あとやっぱりこのフードがねこれしっかりフードがなんか反対にならないっていうのがね、なんかねこのフードの動きがちょっといまいちなんですよ。うん、ここはまあちょっと改善してほしいなといった感じですかね。どっちかというと APS-C 用のレンズの方が質が高かったように思えます。はい、結構コンパクトで可愛くって、でちゃんとね裏にも反対にもねフードが付けられますので、この辺はこれでいいじゃんって思うんですけどね。はい、でこれでいいと思うんですけどぐらいかな。うん、私が気になったポイントと、実際に撮ってみた感想で言いますと、ちょっとね、いつ撮れるかわからないですけど、動画の方もね、撮っていきたいと思いますので、またね、ポートレートムービーだとかが撮れたら、
アップしたいと思いますので、楽しみにね、していてください。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回この動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。